はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時をちょっと回りましたね。11月は27日の日曜日でございまして、昨日はね、お客さん見えて、ですね、こう打ち合わせが長引いて結局ですね、あれですね、お昼、夕方、お昼以降ですか、ほとんど取れなかったんです。一昨日は打ち合わせに行ったらそのまま行きましょうと言われて、はいって言ってほとんど取れなかったんです。2日連続ね、不調でございます。今日は今11時過ぎやってきまして、特に予定はないんで、このまま夜までいられるんではないかと思います。さて、千代田区17度で、この部屋はですね19度ですね。まあちょっとだけ肌寒いかなという感じですけど、本題はですね、今日もニュースないんですけどね、これはちょっとびっくりしましたね。ベラルーシ外相が急死、詳細な状況は不明というですね、という、CNN を呼びますね。ベラルーシ外務省によると、同国のマケイン外相が26日に、急死した64歳だった。外務省が同日、フェイスブックの公式アカウントで発表した死亡した状況の詳細は示していない。つまり、なんでお亡くなりになったかわからへんという状態ですね。マケイン氏は1958年、同国西部グロドノで生まれ、2012年8月に外相に就任したと。もう10年やってあるんですね。ルカシェンコ大統領は大統領府のウェブサイトを通じ、遺族らに弔意を示す声明を出した。隣国ロシアの国営 RIA のボスチ通信によると、両氏は28日に、同氏はラブ28日にラブロフロシア外相と会談する予定だった。明日ですね。ロシア外務省は声明で深い衝撃を表明。さらに、マーケイ氏は外相として両国間の関係強化に大きく貢献したと称え、同氏の死は重い取り返しのつかない損失だと述べた。ほんまかっていう感じですけどね。他のニュースを読みますとですね、この亡くなったですね、外務大臣さん、マケイさんというのは、ベラルーシの中ではですね、ロシアの影響が及ばない人というふうに評価をされています。ベラルーシというのはですね、皆さんご存知の通りですね、ウクライナのですね、ウクライナの北部ですね、ロシアから言えば西部、西側にある国でございまして、ウクライナからすると北西部ですかにの隣接しています。で、私もあんまり詳しくないんですけど、プーチンはウクライナはロシアの一部だというふうに主張していますね。で、ベラルーシというのは白ロシアという意味なんです。白いロシアという意味なんですね。で、多分同じ系統のスラブ系の同じ系統の民族で、ウクライナ語とロシア語がですね、割合似てるように、多分ベラルーシ語ってほぼロシア語ちゃうかなと私は理解してるんですけど、なんでそれがですね違う国になってるのかって、そのあたりはよく分かりません。よく分かりませんけども、白ロシアですね、日本語で言うと白ロシア、今はベラルーシと言ってますけど、ルーシがロシアでしょ。なんで、そこはですね、ウクライナとプーチンと同盟関係にあります。だから確かですね、キエフに対して襲いかかったロシア軍はベラルーシの国境からやってきてるんですね。だからまあ一心同体みたいな国なわけですけど、ベラルーシとロシアは。で、そこのですね、そこで10年間外務大臣を務められたこのマケイさんっていう、私もよう知りませんけど、多分政権内ではですね、相当の実力者であったんではないかなと思いますね。
でしかもロシアの影響が及ばない人物ということになりますとですね、この人の存在はですねロシアにとっていわゆるプーチンにとってあんまりですね都合のよろしいものではなかったのではないかというふうな気がいたしますね。ロシアではですね2月24日以降ですね大物経済人ですね、オリガルヒのですね、トップはですねもう10人ぐらいですか非常にこう不自然なですねお亡くなり方をしているわけであって、それ以前にもですねプーチンさんにとって、あまり好ましくない人物はですね再々ですね非常に不自然なお亡くなり方をしております。よく毒が使われることが多いような気がしますけど、自ら命を絶ったんではないかと疑わせるところもちょこっとあるようなですねお亡くなり方をしている場合もありますけども、まあ言ってみればですねあの野郎プーチンさんねプーチンさんまたやったんみたいなですねそういう感じではないかなとこう疑わざるを得ませんね。そういうことをいかにもやる方でして、プーチンさんもう20年ぐらい実質的な権力を握ってるんですけども、その間本当にそういうですね、非常にこう、不自然なですね、疑わしいですね、お亡くなり方をしてる方は、もうそんな10人や20人では聞かないんではないですかね。西側で報道される、以外のケースも、それは報道されないケースもあるでしょうから、100人という単位、100の単位でそういうケースは出てるんではないかなという気がします。非常に怖い国ですね。報道関係者もそうですね。あまりにもですね、反プーチンの報道をしているジャーナリストがですね、いつの間にかですね、こう事故に遭ってですね、我々の視界から消えてしまったり、活動ができなくなったりと。うまく海外に逃げた人はラッキーでしょうね。ところがロシアの伝統として、海外に逃げても追いかけてきてプチンとされるんですよ。これはもうロシアの伝統です。昔ですね、ロシア革命というのがあって、ソ連という国が生まれたんですけども、この時にですね、指導者はレーニンという方なんですね。で、レーニンの指導者の下にですね、後継争いに2人の男がいました。1人はスターリンです。1人はトロツキーというこの2人がいました。で、トロツキーは身の危険を感じてですね、逃げました。亡命をいたしまして、メキシコでですね、温暖な地ですから、ここでふんふんと暮らしてたわけですね。で、スターリンが権力を握りましてですね、あの通りですね、世界史上最悪級の男になったわけですけど、でも毛沢東には勝てへんかったかなという感じがしますけど、そんな置いといてですね。で、スターリンの放った刺客がですね、歩いてるトロツキーをプチッとこう刺したわけですね。その先には毒が塗ってあったと言われます。非常に猜疑心の強い人でした、スターリンというと。ね、他人に対する猜疑心が強くて誰も信用しないというタイプだったそうでございます。今のプーチンさんはスターリンをですね尊敬してやまないというふうに言われてましてですね、同じタイプちゃうかという言われてるんですけども、やっぱりでもねやってることはせこいですから、プーチンさんの方がものすごくせこいです。で、プーチンさんのおかげでですね、寿命を全うできなかった人って、その今回のこれも入れてもですね、100万はいかないと思うんですね。10万の単位ではないかと思います。スターリンの場合は1000万の単位ですからね。一桁は違うという感じですね。下手したら二桁ぐらいは違うかもわかりませんね。それくらいに悪党としてもですね、小物なんですね、プーチンっていうのは。だから早くプッチンされてしまえばいいんですけど、生かしておくとですね、こうやってですね、謎のですね、生き方をする方がですね、どん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 増えてくるわけであってですね、そうでなくてもね、毎日毎日奥の地ではですね、罪なき人がですね、血を流したりですね、寿命を全うできなかったりしてるわけであってですね、もうプーチンはこの地球上でですね、生きをしてない方がですね、地球のためであるというふうに私は思っ
ってるんですけども、誰かやってーなって感じですね。誰か早くっちしっていう、そういう気持ち、日々そういう気持ちでおるんですけども、なかなかですね、これがうまくいきませんね。もう私2月24日でずーっと言うてるんですけども、プーチンさえプッチンされたらね、これ綺麗に終わるはずやねんと、誰かやってーなという言うてるんですけど、なかなかね。で最近あれ言わなくなりましたね、Nを。Nやったらね、お前プッチンするぞって多分アメリカが脅したんですよ。まあまあ、それは間違いないと思うんです。いきなりなんか最近N を言わなくなってですね、どうするんやろっていう感じですけど、そんな N 使わな打開できひんやんと、私は思ってるんですけどね。はい、ではこの CNN のページを一応貼ってみます。はい、皆さんどうもありがとうございました。